ちゃんが言っていた。俺は天の道を行き、すべてを司る男、天道宗司。どっちかを手を変え、高い値段をつけた俺という太陽は輝く。ハイパーキャストオフ、ハイパークロックアップ、ハイパーキック未来。そうか、そういうことか。俺はすでに未来を掴んでいる。そしてこれからも掴み続けるすぐに諦めるのはお前の悪い癖だぞ。よく見ておけ、本当の太陽の輝きがどんなものか。お前たち、俺の力は侮っている。おばあちゃんが言っていた。俺の進化は光より速い。全宇宙の何者も俺の進化にはついてこれない。おばあちゃんが言っていた。絆とは決して断ち切ることのできない深いつながり。たとえ離れていても、心と心がつながっている。やるな。だが所詮お前は過去の俺に擬態しただけ。俺はすでに未来も掴んでいる。ハイパーセクターを使うと、どこかに地球の裂け目が発生するということか。世の中で覚えておかなければならない名前はただ一つ。天の道を行き、すべてを司る男、天の宗司。俺は世界そのもの。世界がある限り、俺はある人。この世界に生けとし生ける者、すべての命は皆等しい。他者のために自分を変えられるのが人間だ。自分のために世界を変えるんじゃない。自分が変われば、世界が変わる。それが天の道。おばあちゃんが言っていた。強きを助け、弱きをくじけってな。強い者だけが生き残ればいいんだ。ハイパーキャスト。ハイパークロックアップ Thank you.
Thank you.
俺はすでに未来を掴んでいる。そしてこれからも掴み続ける。すぐに諦めるのはお前の悪い癖だぞ。よく見ておけ。本当の太陽の輝きがどんなものか。お前たち、俺の力を侮っている。おばあちゃんが言っていた。俺の進化は光より速い。全宇宙に何者も俺の進化にはついてこれない。やるな。だが所詮お前は過去の俺に擬態しただけ。俺はすでに未来も掴んでいる。ハイパーセクターを使うとどこかに時空の裂け目が発生するということか。世の中で覚えておかなければならない名前はただ一つ。天の道を生き、すべてを司る男、天の宗師。俺は世界さ。世界がある限り、俺はある。この世界に生きとし生けるもの、すべての命は皆等しい。他者のために自分を変えられるのが人間だ。自分のために世界を変えるんじゃない。自分が変われば、世界が変わる。それが天の道。